AOS グループ代表の佐々木でございますオーディットテック企業内ホレンジック調査ソリューション AOS ホレンジックルーム影響秘密漏洩調査事例についてご説明いたしますどうぞよろしくお願いします新型コロナウイルスの前により長期にわたってテレワークへの対応が必要となりましたまた従業員の副業を会見する企業も増えており私たちの仕事のやり方や大きく変わってきましたこのような状況をリーガルテックの観点から見ますと職場ではテレワークの社員の勤務管理 労務管理をどううすすればいいいいかという問題も起こっています特に今までに十分な準備ができないままに急速に企業がテレワークを始めたことによってこういった管理体制の不備が指摘されていますこのような状況の中で退職する社員などによる営業秘密の持ち出しなどが問題とされ企業は新たに営業秘密漏洩対策が必要となってきましたコロナの影響でテレワークの利用などが急速に広まる中で どのようにして営業秘密の漏洩対策を強化すればいいでしょうか製品の製造方法顧客情報商品購買情報などの営業秘密は企業の財産であり競争力の源泉でもあります一方で営業秘密の漏洩に関する事件が多く発生しており企業は営業秘密漏洩の対策を強化する必要があります営業秘密の漏洩が発覚した際さらなる情報の漏洩を防ぎ 企業の被る被害を最小限に食い止め、信用回復を早期に実現するためにも、事件発生後の対応が重要です。営業秘密の漏洩に対する有効な手段としてデジタルホレンジックが注目されています。デジタルホレンジック調査を行いますと、従業員や退職者といった内部関係者の不正の痕跡を復元をして、証拠データとして中止することができるようになります。 AOS フォレンジックルームは企業内においてデジタル証拠を中止することを目的として企業内に設置されるフォレンジック調査官が作業を行うための専用のルームです。リーガルテック社は AOS フォレンジックルームの設立のためのコンサルティングからフォレンジックツールの選定、使い方のトレーニングを提供し、より高度なフォレンジック調査は我々が行うことを通じて企業内フォレンジックルームの設置を支援いたします。 リーガルテックの進んでいる米国では38%の企業が不正対策の一形態としてホレンジックツールと手法を利用しています。日本では今回のコロナ対策でデジタル対策に大きく遅れを取っていることが発覚しましたが実際に例えば営業秘密の漏えいに関しても 例えば、退職すするる社員にに対する扱いについつて日本と米国では大きな違いがあります例えば米国の企業では、その社員に対して退職を勧告した場合に、そのオフィスに戻ることも禁止して、そのまま自宅に帰らせ、後から本人の私物を送るというようなことをやるような会社が結構多いですが、日本ではそのようなことを行うような企業はほとんどありません。結果として、従業員が営業秘密を持ち出すような機会を与えてしまっているというような結果につながっている事例もあります。 そういった問題に対して、新たな対策が日本企業も今求められているというのが実情です。営業秘密を守り、活用するためには、営業秘密として管理することが必要です。不正競争防止法では、企業が持つ機密情報が不正に持ち出されるなどの被害に遭った場合に、民事上・刑事上の措置を取ることができます。そのためには、不正競争防止法の営業秘密として管理されていることが必要です。 秘密情報が漏洩してしまうと会社が大きな損失を被ることになります製鉄業を営む大企業の元従業員が韓国の競合企業に製鉄設備の設計図などを漏洩した事件では約1000億円の損害を被ったとして賠償を求める訴訟が提起されましたまた難度フラッシュメモリに関する使用や検査方法が業務提携先に勤める元従業員を通して韓国の競合企業に漏洩してしまった事件でも 1> 約1100億円の損害賠償請求がなされましたこのような事例からわかることは秘密情報の漏洩は内部者だけではなく退職者、委託先、不正アクセス者などの外部者も含めて様々な経路から起こり得るということです秘密情報の漏洩対策を講ずるにあたっては漏洩の根拠を調べるホレンチック調査室の設置が有効な手段となります 企業の不正を通報した人を保護するために改正公益通報者保護法が2020年6月8日に参議院で全会一致で可決成立しました企業に内部通報に関する体制の整備を義務付け担当者が情報を漏らさないように刑事罰付きの非主義務違反を設けたことが大きなポイントです 改正法は2022年の6月までには施行されますがこの改正により以前よりは安心して内部通報ができる仕組みが整っていくでしょう実際の営業秘密の漏えいに気がつく人も社内に多いというのが実情となり企業はさらなる対策能力の強化が求められています営業秘密の漏洩事例として親日包み金の事例をご紹介します 数億円ののの高額でで海外のライバル企業への営業へ営秘密が漏えいしたという事件です変圧器用の電磁鋼板の製造プロセスおよび製造設備の設計図などの営業秘密が漏えいし20年以上の開発期間を要した総配電ロスを大幅に軽減できる技術が流出し約1000億円の損害賠償請求を新日堤金が韓国のポスコに起こし最終的には300億円で和解となりました。 こちらは、東芝で起こった営業秘密の漏洩事例となります。東芝の提携先から海外企業へ営業秘密が漏洩したという事例です。何度型のフラッシュメモリーの使用およびデータ保持に関する検査方法の営業秘密が提携先企業のサンディスクを通じてライバル企業の SK ハイニクスに漏洩して約1100億円の損害賠償請求を起こし約330億円で和解しました。 営業秘密を不正に持ち出した元従業員は逮捕され、懲役5年の実刑判決と300万円の罰金となりました。企業が営業秘密の漏洩調査のために AOS フォレンジックルームを活用するメリットとして、予防法務としてのメリット、早期発見のメリット、事故対策のメリットという大きく3つのメリットがあります。予防法務としてのメリットですが、 不正競争防止法では営業秘密を守るためには営業秘密を営業秘密として管理していることが必要とされています。そのためには営業情報を保有する企業の秘密管理の意思を秘密管理措置によって従業員に対して明確に示す必要があります。専用の保連塾調査室を企業が設置し万が一営業秘密が漏えいした場合には 社内で証拠調査を行う体制を整えていることを告知することは、営業秘密の漏洩を防止する抑止効果を発揮します。そして早期発見のメリットですが、営業秘密の漏洩調査を早期に発見できれば、流出の原因を早期に特定することができます。営業秘密の漏洩は企業に深刻なダメージを与えます。営業秘密の漏洩ルートは、従業員や元従業員、取引先の従業員、 外部からのの不正アクセスなななど多岐ににわたってていまますす早期に原因究明能能力を高めておくこととで迅速な対応が可能となります営業秘密の流出を悪意で行うものは侵入の痕跡を削除するケースが多く高度な復元調査能力を備えておくと早期の侵入経路の特定に有効な手段となります社内の営業秘密を保管しているサーバーにアクセスして USB メモリで持ち出すケースもあります このようなケースでは USB の接続履歴の調査が必要となります。また事後対策としてのメリットは、営業秘密の漏洩が起きたことが判明し、事後対策が求められる中で、自力でデジタルデータの証拠調査能力を備えておくことには大きなメリットがあります。営業秘密の漏洩が検知された場合には、刑事訴訟や民事訴訟の手続きを行うかを判断する必要があります。 社内にホレンジック調査室を設けていないと、USB メモリーの接続履歴の調査や削除されたログの復元などのデジタル証拠の調査が行えずに、営業秘密、漏洩の証拠を見つけることができずに、訴訟手続きの判断が遅れることにもつながります。社内でデジタル証拠調査が行えれば、このような事態に迅速に対応することが可能となります。ホレンジック調査は初期調査、データ収集、保全、データの処理・解析、 レビュー・報告の5つのつプロセスで行います初期調査では調査対象となる機器を特定し、保全対象の優先順位を決定します。そして調査対象となった機器の証拠性を損なわないようにコピーを行います。収集したデータをホレンジックツールで処理をして、復元、検索、分析などの解析作業を行います。処理されたデータをレビューし、証拠データを特定して報告するという流れになります。 AOS ホレンジックルームは、ホレンジック調査ソフトやハードウェアコンポーネントで構成されたシステムとして提供し、調査室の設置、システムの使い方、ホレンジック調査の方法、調査官の教育および研修、調査支援などを行い、企業内ホレンジック調査室の構築を支援いたします。では、リーガルテック社が行った営業秘密の調査事例についてご説明します。 大手製造業業ののの営業秘密漏洩に損害賠償請求たための証拠調査を行いましたこの事件では最初別の会社が復元調査を行いましたが証拠となるメールの検出ができずに再度弊社に依頼が来ました弊社が高度な復元調査を実施したところ証拠となる営業秘密を漏洩したメールデータの復元に成功しましたこの事例のように実際にホレンジック調査を行う場合には単にデータ復元ツールを使えばいいというのではなくて どういうツールを使うかによって復元の成功率が変わり結果として証拠が出るか出ないかという大きく調査結果が変わってしまうことにもつながりますですからどういうツールを使うかは専門家のアドバイスを受けることが重要になってきます以上となりますがリーガルテックはホームのデジタルトランスフォーメーションを支援する活動を行っています 何かご質問等がありましたら、legaltech.co.jp のサイトにアクセスいただき、お気軽にご相談ください。どうもありがとうございました。